そうするとやっぱし呂布かなっていう。呂布は強いですよね。三国志を、ね、代表する呂布が4、はい、4うわ普通関羽と張飛にこう挟まれたら命がないのが当たり前なんですけれどもそれを余裕でかわしながら最後に劉備が入ってきて、その劉備が入ってきたんでちょっと相手しづらくなって逃げていくっていう余裕な武力をこう表現しているので、はい、圧倒的に強いんですよ。じゃあ続きまして、あの三国志の出来の方よろしくお願いいたします。ければと思います。お願いします。あ、そうですね、はい、早すごいスピードで早もう決まってしまいましたけど、昔孔明ですね。昔孔明なんかあのさっき一番の孔明の功績が城一つ取った、はい、何やってんだってそれで孔明を名乗っていいのか、それで孔明を名乗れるかって笑ってしまいましたよ ね、 ね、鼻で笑ってしまいました。悔しい。風呼ぶんですよ風も使える、風も使えるし1800年前の人なのに火薬も使えるんですよ。あと宿地の方って言って1キロを1秒ぐらいで行く、ものすごいんですよ。なんかね、そんな人と比べてもらうのはちょっとどうかな。悔しいな。ということで、あの、そうですね、本物の孔明さんが、本物あの諸葛孔明さんが、本物だ。はい。選出理由はもう言わず、もう東アジアの最大の軍師です。最大の軍師。東アジアも全て含めて。もう全て含めてですね。だから今孔明とかよくわかんないことも使います。孔明で例えられると。そうですね。もう語源ですからね。古典なんで。はいはい、もうここは動かないから。ここは絶対に動かない。孔明2なんですね。そうですね。コスト的には2なんですけど、多分知力が11という、まあ、このゲーム上では数値なので、これは多分最大なんじゃないでしょうか。コスト低くて強いってことですか。そうですね。知力がみんなが使えるように。やすぐにみんなが使えるようによくできてますよね。孔明を入れてもまだ2なんで、全然。そういうことか。デッキ的にはまだまだ。やばい、全然大丈夫ですよ、はい、ちなみに孔明さんはどの人と組み合わせても基本的には問題ない。問題ないです、ね、あ、問題ないですか、もう誰でも使えますから、はい、例えばこの人も大丈夫です。あ、関羽も、普通はこの人わが物なんで、まあ、あんましいろんな人とつるまないんですけれども、はい、ヒゲっていうふうに呼んでます。ヒゲ、ヒゲがあの美しいヒゲが関羽っていうのは有名で、あの聖史のこの手紙の中で備前公美しいヒゲだっていうことを言って、はいはい、ヒゲにはかなわないよみたいな手紙を書いてですね、はい、自尊心をコロコロコロっと転がして簡単に使っちゃいますので、人心の掌握も、まあ、素晴らしい。勘、ね、はやっぱりその癖がやっぱ強いで、強いですね。結局あの自業自得で軽視失ったりなんかしてるので。自業自得でいいですか。自分の部下の知識人たちと全然うまくいけなかったので、非常に強いんです、自尊心が。うまくやったのは諸葛亮ということで。そうですね、諸葛亮だけが操れるっていう。諸葛亮のなんか強さみたいのを具体的にいろいろ聞きたいなと。今まで多分諸葛亮について本気でまだ話してない。本気でまだ喋ってないし。とはなんか思いつつも、まあせっかくなので今回その選出されたということで、諸葛亮のなんか凄さみたいのを。諸葛亮の凄さですか？はい。難しいですね。すみません、抽象的にあるんですけど。風を使うんですよね。風を使う。演技バージョンでいくのか、静止バージョンなのか、ちょっと悩んでしまいました。はい、歴史的な事実としてお話しすると、その戦争の軍師として評価されるのはどうかなって。ああ、やはり。政治家ですからね。そうですね。戦いは劉備が生きてる間指揮したことないので。ああ、意外にも。軍事能力がそんなに高くない、うん。あ、なるほど。で、あの神様じゃないんで、あのさっき言ってることと正反対ですけど、あの火星読んだりしませんし、あの火薬使ったりもしませんから、静止ではだめです。だからちょっと真剣に喋らされてしまうと、あの勢いがなくなってさっき の、 あの勢いのまま喋らせていただけるとよかったんですが、どこ強いんですかって真剣に聞かれちゃったんで、あのちょっと真剣に答えてしまいました。先生です。そうそうそう、北伐の時はあれは軍をでも率いてたって
あぐん引いて戦うのは得意なんです。なるほど。そういうのはあの真面目な人なんで、はい、きちっと戦えるんですけど、はい、戦いっていうのはどうしても気略が必要なんで、はいはい、気略っていうのは敵の意表をつくような、はいはい、性格破綻者なんかが向くようなものなんで、はい、コメさんはそういうのはあまりその辺に核が核がいましたよね。すごい顔してましたね。どこ行っちゃったかな。これですね、核。見てくださいこれ。核か。この人ね、お友達いないんですよ。とにかくあの暴虐部門に勤める人なんで、絶対お友達作っちゃいけないっていうのが基本なので、はいはい、もうひどいもんですよ性格は。ガンガン人の意表をついて裏切りまくってしまって、そうそう結構負けてるんですか。そうですね。長州の、はい、長州の軍師として、その前にあの李鶴にも仕えていたんで、そういうことで結構多分この人なんかがナンバーワンの中になるんだと思いますけどね。はいはい、これ嫌いなんです。性格がだと。そんなありということで、あ、そうなんですか、そんな個性的なキャラクターなんだ。お友達になれないですよね。じゃここにはちょっと会いないということで、人としてちょっと無理かな、はい、あ、そうなんですか。そういうのが、そういうのがありますね。入んないんだこれは。やっぱしあの敵でも味方になれるっていうとこれですね。お、敵でも味方。関羽さんと非常に親しいんですね、長領っていう人が。あの関羽は曹操のもとにいたことがありますので、はいはいはい、でその時に長領と組んでいまして、はい、例えば関との戦いの前哨戦の白馬の戦いというのが、はい、長領と関羽で攻めてるんですね、はい、そこは一緒に戦った、あの両方とも騎兵ですし、はいはい、三国志演義なんかだと関羽がその曹操に降伏する場面で長領が来て関羽を言い諭すので、はいはい、それであの降伏するっていうフィクションを作っていて、はいはい、関羽に言うことを聞かされる人っていうのはあの劉備の他には諸葛亮と長領ぐらいしかいないんですね、はい、長領個人としても非常に強いですからね。そうですよ、よく両来来というか、両来両来というか、両来両来だといいんですけど、両来来だと、はい、あの長領さんおいでおいでになってしまうので、あ、逆に来て大泣きになってしまうんですけど、説明しないとダメですよね。あの語で孫権を思い切り破ってるので、はい、語はものすごい長領コンプレックスがあって、はい、だから子供が泣き止まないときに、うん、長領が来たよって言うと泣き止むって言われた人で、でそれが両来来だとおいでおいでになっちゃう。日本 の、 あの吉川さんの方はライライになってるので、そうするともうすげえ来ちゃうんです長領、はい、だから領内領内で話すんですけど、ちなみに戦いは何の戦いでしたっけ。それはあの長領心の戦いで、合肥を守っている時に後で追いかけてって思い切り破るんですけどもね、そういう戦いでものすごい活躍する人です。そうです、少数で打ち破ったみたいな。そうですね、騎兵なんで、騎兵っていうのはすごく少数でこうやって本陣を襲うことができるので、関羽さんも長領さんも騎兵の使い手なので、そんな風な意味で非常に強力な人々ですよね。関羽さんなんか三国志演義だと思ってるのが清流演月刀っていうのを持ってるんですけど、清流演月刀って50キロあるんですね。で関羽は関帝廟っていうその廟に祀られていて、関帝廟ではその清流演月刀が50キロで作られていて、持てるんですよ。持てる、持つことができて、はい、で私あの若い時は持ち上げられたんですけど、50キロ持ち上げられるもの、振り回せないですね。この人振り回すので握力700ぐらいあるんですよ。そういうことなんで、もうこれでもう全然勝ちかなっていう感じなんですけど、まだ余裕がありますかね。なんですか、まだ全然平気なんですかね。そうですね、今のところ5と 2.5 なんで 7.5 なんで 1.5 が入れられる、 1.5 ぐらい入れるんですね。 7.5 で勝てるですね。他楽勝だなっていう感じなんですけど、このメンバーが入れられる。そうするとやっぱしあれですよね、関わりのある人ということなんで、関羽さんと関わりのあるのはこの子ですね。朝鮮と関羽、女性ですか、関わりありましたっけ。朝鮮はフィクションの子なんですけれども、はい、朝鮮って神飾りなんですね、はいはい、自中っていう、はいはい、あの皇帝のそばに使える人の冠についている蝉の飾りなんですけれども、はい、でその朝鮮さんは三国志演義ではもっぱら公領府と関わるんですけど、す、ね、三国志演義に入らなかった三国孤児っていうんですけど、はいはい、三国志の民間伝説って非常にたくさんあって、でその中では関羽が朝鮮を切るっていう物語があるんですね。あ、そんなエピソードも。朝鮮がですねこういう素敵な感じなので、はい、劉備をダメにしていく、劉備のことをたぶらかしていくんですね、はいはいはい、でそういうふうなものを見てその関羽が切るっ
ていう物語があって、でその物語に対して現在の三国演義の普及されているのが妄想公本っていう本なんですけど、妄想公は表をつけまして、そういうふうな物語が世間では言われているけれども、こんなに誤りはないんだって徹底的に言ってるんですね。逆に言えばその徹底的に言わないとそういうふうに見られてしまうぐらい、この朝鮮さんっていうものと関羽との関わりとか、そういうものの物語が劇とかあるいは物語として普及していたんだってことは分かるんですけどもね。そういうことで関羽さんとちょっと結構揺らぐんですよ物語だと。関羽も朝鮮にちょっとグラグラっとくるんですけれども、でも切るっていう、そういうふうな物語が民間には残っているんですね。そこでこう関係性を踏まえて朝鮮という、朝鮮さん入れるといくつですか？8.5 ですね。なので 0.5 余ってしまっているんですが、じゃあお姉さんを変えますかね。朝鮮さんと関して1.5のものがあれば、1.5 のお姉さん、さっき一生懸命カード見ていたんで、1.5 のお姉さんですが、サイエンがいますので、このサイエンを入れたい。サイエンさん、どういう方なの？サイエンさんあんま有名じゃないですよね、はい、この人のお父さんが西洋という人で、西洋さんっていうのは五感を代表する三大儒学者、劉備の先生である魯蜀っていう人と、これから上元っていう僕が専門の五感町の最大の儒学者と、あと西洋さんっていうこれのお父さんがいて、西洋はかわいそうな子で結婚してたんですけれども、郷土が攻めてきて、で郷土にさらわれてしまって、郷土で奥さんにされてしまう、要するにもう一回嫁がされてるんですね。でそういうふうなものを聞いて曹操がどうしたのかっていうと、買い戻すんです。郷土にお金を払って3円を買い戻して、それで新しい旦那さん見つけてあげて嫁がせてあげるというふうなことを、その物語ではなくて歴史的な事実としてしている子なんですね。今の日本もそうなのかもしれませんけれども、中国では嫁いだらば、その一人の男の人にずっと添い遂げるっていうのが女性の典型だっていう、まあ3世紀ですから、そういうふうな規範があった時代なんですけれども、後漢女は烈女伝っていう、そういう生き方をした女の人をまとめた伝記があるんですけれども、その中で3人男性に嫁いだこの西園入れてるんですね。だからそういう貞操を守るとか、守貞っていう言葉で言うんですけど、そういうふうな価値観ではないものとして選ばれた。でなんで選ばれたのかっていうと、お父さんの本を全部覚えてたんですね。頭がものすごい切れる子で、で自分も文学作品を書く、そういうふうな子で、三国志演義なんかだとその曹操が呼んで、でお父さんが言っていたことっていうものをちゃんと思い出してくれって言って思い出していくんですが、あの演技ではそこの部分はあんま書かれなくて、あの正史だとそこで思い出して、ただ男性には喋れないのでっていうことで、女性の書き手を持ってきてこうずわーっと書き残していく。でそのお父さんの西洋の作品っていうのが残されたんで、例えばこんな冠だよとか、こんな服装だよとかいうふうなものがお父さんの専門だったんで、その三国時代っていうものと、その前の五漢の時代っていうものの、その制度が彼女によって後世に伝わったっていう。この人がいなかったらもう全然わからないことだらけだったなんて言っても1800年前の話なので、大事ない。我々があの商売ができるのは彼女のおかげっていうのがあって、そういうことなんで、僕らにとってはものすごい重要な人。この人いなければ三国志はもう伝わらなかった。そうなんですね。そんな風な人なんです、はい、そんなことなんで、なぜか 1.5 になってるんですね。そうですね、朝鮮さんよりも高く、さっきパラ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 見ていて、あこれ 1.5 なんだ、すげえなと思って、サイエンが評価されてるというか、さすがゲーム作ってる方々はちゃんと三国志分かってるんだなっていう、ちょっとそういう感動を覚えて、でその朝鮮さんに変えてサイエンを入れると、女性が一人入るとみんな男はバカだから頑張るでしょ、そういうやめて単純な発想でこんな形にしてみるといいのかなというふうな感じがしますね。ものすごいスピードで決まったわけなんですけども、多分これで今一応9なんですよね、はい、9ではあるんですが、あ、もう9、ちなみになんですけども、三国志といえば呂布のイメージが自分はあったので、そこは選ばなかったんですね。いや、さっきこれで行こうなって決めて、はい、この形にしてたんですけど、はい、なんか煽られてなんか煽られてちょっと腹立たしいぞっていうふうに思ったんです。でそうするとやっぱし呂布かなっていう。呂布は、呂布は強いですね。三ですよ、ね、代表する。4だ、はい、4、うわやば、4なんですね。4ですよね、すごいですよね。武力が12、武力は知力は、知力はあの諸葛亮が補うと思うので、知力は1だけども、この呂布の武力を生かさないと。うわ
そういう感じでありまして、呂布はですね、方天下撃っていうのをあの三国志演義では持つんですね、はい、でその方天下撃っていう武器は殴ることもできるし、突くこともできるしというものでありまして、その武器っていうものがちゃんと書かれてるのかな、僕これはでも弓を、よく勉強されてますね。弓の方がね、評価高いんですよ。実はその方天下撃の話っていうのは三国志演義には出てくるんですけど、結局フィクションで、この人の史実の中で一番有名なのは弓なんです。弓で、あの騎射っていう言い方をするんですけど、馬に乗ったままこうやっているっていう、日本だとやぶさめっていう競技になっていきますけれども、あれやってみられると分かりますけど、結構こう難しくて、で普通はあのどっちか側にしかこうやって入れないんですよ、はいはい、でこの人は左右飛車ができたっていうことなので、右でも左でもこうやって打てるということと、あとは演技のフィクションだとものすごい先にこうやって立てたものに対して当てられたっていう、はい、あこれフィックスじゃねえかな、あの精神も出てますあ精神もちゃんと、もうとにかく弓でめちゃくちゃ有名な人で、はい、で実際弓の方が殺傷力高いんですよね。あの日本史の方々と一緒と話が合わないのはそこで日本刀って異常に切れるじゃないですか、だからあんなのおかしいんですよ、あの世界中の武器の中で異常に切れる、異質な武器なんですね。韓国の人なんか秀吉のあの刀が切れるんで、でものすごい切れないような鎧兜作った重くて立てなかったっていう、もうそのぐらいあの日本刀っていうのは切れるので、はい、そんなんで武器の話をされると中国は困っちゃうんで、そんな切れないで、大体ぶったたいてあの脳震盪を起こさせて、であの殺すっていうのは普通の戦い方で、そういうことなんで弓の方が圧倒的に殺傷力高いんですよ。なんかそうですね、日本のイメージだとやっぱり切るってイメージがあって、うん、でも亡くなった人数いろいろ調べると、うん、日本も弓は上なんですよ。結構上なんです、ね、弓が上位にいって、そうなんですね、意外と多いんですよ、ね、刀はとどめなんで。なるほどなるほど、最終的な武器で使ってたみたいな、はいはい、あんなにパラパラ切ったらほぼでしちゃいますよね、普通の刀だったら。甲冑とか切れないんでね。だから山村さんどうなんですか、その日本刀って少し切っただけでやっぱ結構なんていうんですか、切れ味がどんどん落ちていくというか、切っていくと。いや少しなら平気だけど、はい、やっぱり何人も切っていくと油がついて切れない。なるほど、生々しい話ですけど、ね、うんうん、どんどん切れ味落ちていくものっていう。そうですね、そう、日本の時代劇見てて違和感があるのはね、ものすごい切るんですよどんな刀使ってんだこいつだっていう、凄まじい、凄まじいですよねあれはあと峰打ちやっちゃダメって言いますよね、峰打ちダメなんですよ、ね、歪んじゃいますよね。いや峰打ちやるとね折れちゃう、折れちゃいますよね、うん、そうですよね、力の入り方で作られてないから、あれは良くない、よく無理らしいですあれ反ってるから力が入るんで、中国はもともと剣というまっすぐのものなんですよ ね、 あ、そうですね、ありますね、春秋時代なんか剣なんですけど、はい、それが三国ぐらいになって五冠の後半から剣になってくるんですね、はいはい、で剣になってくると殺傷能力が高まるんですけど、神秘性がなくなっちゃって、だから趙雲なんかが成功の剣っていうのを奪うんですけども、趙範範の戦いの時、はいはい、あの剣っていうものは何を象徴してるのかっていうと、あとっていう、はい、後の龍禅っていう皇帝になる人をこう背負って逃げるわけなんですけれども、はい、その時に三国志演義だと穴に落っこっちゃうんですね、はい、で穴に落っこっちゃう時に光がものすごく出てくるわけで、はい、その光っていうものが後の光なのか、はい、それとも成功の剣の光なのかっていうことで、はい、おそらくその成功の剣っていうものが後を守るために光を発したんだっていうのが元々の物語の人の考え方なんだと思うんですよ、ね、そういうふうに神秘性が出てくる剣っていうものに対して刀っていうものの方が殺傷能力が非常に高い、はい、そういうものなんだと思うんですけれども、はい、まあ呂布には関係ないですよ呂布に関して言えばもう何を持っても全然大丈夫っていうそういう風な話なんだなと思うんです。だから最初のデッキはですね、三国志演義に愛された人たちがテーマだったんですね。テーマ愛された人、三国志演義っていうのは何のために書いてるのかっていうと、関羽っていうものを信仰していた商業集団がいて、三世商人っていうんですけども、関羽っていうのは三世商の出身なんで、そこに海燕っていうソルトレイクがあって、そこの塩を売ってたんですね。中国って塩取れないんですよ。でそこ の、 あのソルトレイクの海燕のところが一番取れたんで、三世商人というのは莫大な金を持っていて、はい、でその頃小説書いて印税で食べていけるなんてことはなくて、はいはい、でパトロンがいたわけですよね。でそのパトロンたちは当然のことながら関羽ってものをよく書いてもらいたいので、うん、三国志演義の中で一番よく書かれているのは諸葛亮でもなければ曹操でもなければ、うん、この関羽が一番書かれている、はい、で曹操っていうのは悪役なのですごく悪く書かれていて、はい、で曹操がよく書かれているのは日本の三国志の特徴なんですね、はい、
でそれは吉川英治が諸葛亮と曹操という二大英雄の物語として三国志を書いたと、うん、あとは関羽が理解できなかった、なんでこの人死んだ後も出てくるんですよ、なんで死んだ後戦うのかな、神様だから当然出てくるわけなんですけれども、そういうふうなものを全部カットしてしまって日本に入ってくるということになってくるので、関羽ってのはよく書かれていて、曹操の側は悪く書かれているのが中国の三国志演義なんですね、うんうん、でその義の中で唯一よく書かれている、ちゃんと書かれているのが長領、はい、なんで長領がよく書かれているのかっていうと、関羽っていう絶対的なヒーローの引き立て役というか、うん、お友達というかそういうふうな人なんで、だから長領ものすごく好まれてるわけですし、で言うまでもなく諸葛亮は私が一番好きですし、で菜園は私の商売道具です、ね、そういうようなことなのでそういうことなんで、その三国志演義などに愛された人々なのですが、その三国志演義の物語でも呂布の強さって武力バカですからね、その武力のものすごい強さっていうのは圧倒的で、でそれが一番よく描かれるのは古老館の戦いっていう戦いで、劉備三兄弟が、要するに劉備と関羽と張飛とその3人と戦って、もうもちろん最後は呂布が逃げるんですけれども、逃げるまで結構戦ってるんですよね、回り道路みたいに回りながら、普通関羽と張飛にこう挟まれたら命がないのが当たり前なんですけれども、それを余裕でかわしながら最後に劉備が入ってきて、その劉備が入ってきたんでちょっと相手しづらくなって逃げていくっていう余裕な武力をこう表現しているので、圧倒的に強いんですよ、描写的にはもう圧倒的に、もう圧倒的ですね、これ史実でも圧倒的に強くて、陣中の呂布っていうんですけど、馬中の関と陣中の呂布っていう言葉があって、あ馬の中では関と馬っていうのが圧倒的に速くて、でそれで呂布乗ってるんですよね、で陣中の呂布っていうのは人の中では圧倒的に呂布の強さですね、そういうふうなことなんで、歴史的にも、それから三国戦議でも、そして瀬賀さん的にも一番強いのが呂布、そういうふうなことになるので、この二人に帰っていただいて、これにこうやって入れていただけると、3枚ですけど一応これで9ではあります、ね、3枚、あこれで9ですか、そうですね、3枚はなかなか今までなかった形式でありますから勇気いりますね、そうですね、舞台数は少ないわけですから全然平気です、全然平気、全然平気だと思います、うわーすごい余裕があるなちなみに呂布は人物的にはなんかどういう人なんですか、結構女性に惑わされていろんななんか失敗をしたりみたいな、ね、そういうイメージが強いですけど、大丈夫です、諸葛亮なんで、あそこは、なんとか適当に操ると思います、本命いるから大丈夫なんだ、とにかく頭切れる人なんで、はい、コロコロっと呂布なんかやられちゃう史実でもそんな別に頭は良くない感じですか、呂布さん あんまし頭の良さを感じることはない、ね、感じることはない呂布さん的に残念ながら残念ながらこれでもうすでに9ではありますが、はい、はい、僕としてはこれでテーマは勝つ気満々、勝つ気確かに最強のいいなこれは。どうなんだ、三がどういう風に出るんだろう。本当はあの諸葛亮三枚とかそういうのがいいんですけど。新選組のね、近藤勇が関羽の大ファンなんですよ。そこ繋がってるというか。うん、あの関羽が大好きで、その激しい生き方を真似て。それで自分も生涯生きたというそういう人物ですね。日本にもやっぱりさっきも今孔明ってありましたけど、うん、だいぶ三国志の影響というのは、うん、江戸時代の方は三国志演義なんですね、はい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 、で、はい、その前のところは三国志が入っているんですけども、なるほど、その江戸時代にコナンの文山という人がいて、二、はいはい、人なんですけれどもね、はい、その人がどうして言ったのかっていうと、通俗三国志っていう形で三国志演義を訳しているんです、はいはい、でそれが絵本がつきまして、絵本通俗三国志っていう形になって、ものすごい普及していくんで、だから江戸時代には孔明のことを読んだ俳句とか、あるいは講談とか、そういうふうなものがたくさんありますし、あるいはあの南宋里見八犬伝の中なんかでは、赤壁の戦いっていうものが何を元にして描かれているのか、三国志の中に孫権が戦った時に矢を受けてこう傾いてしまう、そういうふうな場面があって、でそれをもう一回こっち側に向けてバランスを取って帰ったって話があるんで、それが元だって考えるのは普通なんですが、でそれだけでは矢をもらって帰るっていう風な場面がないので、新刀状っていうのの長順前の中にこう布を下ろしてこうやってですね、矢を集める場面ってのがあるんですね。でその場面とその孫権の場面っていうのが合体して石壁ができたんだって、南宋里見八犬伝の中に書いてあるんです、中に書いてある。お風呂のところでこんな知識を引けなかしたおじさんがいて、それがあのこうなんだよとかって喋って
てるんで、だから非常にあの三国志っていうものが教養として日本人の中にあって、出汁があるんですけど、今江戸東京博物館にありますけれども、関羽の出汁っていうのは各地にあって、あの早稲田大学も2体持ってるんですけれども、所沢とか結構埼玉のあたりにたくさん関羽の出汁がありまして、でそれを引いていくっていうことが日本でもやられていて、ですから日本が三国志好きっていうのは結構伝統のあるあのことであって、はい、昔からもあの空海の文章の中にすでに孔明とか出てきますので、あの遣唐使の頃からすでに入れていますので、そのぐらいの長い伝統の中で重要してきたあの三国志文化っていうものを日本人はずっと今も伝えていて、それがこういう形になってますよね。素晴らしいなというふうに思います。近藤勇の場合もね、自分の父親から三国志の話を聞いて、小さい頃からそういう話を聞いて育ったわけなんですね。父親の膝の上でね、三国志の話をよ話で聞いて、それであの特に関羽の死ぬシーンとかね、父親が話すと、はい、勇はね、あの涙をこぼしたという、ね、中心ですね、さすがですね、さすがです、そうじゃなきゃいけない。だから新選組ファンの間でも関羽というのはね、ちょっとね特別な存在に思われてますね。別格なんです、ね、うん、それと戦おうというそこもそこもですね。あのうちのチーム近藤さんに入ってないんですよ。残念、入れてはいけない。いましたけど、そっかそこはちょっと入れなくてすいません。因縁はできなかった。限定みたいなところとかやっぱあるので、いろんな時代 の秀吉の軍旗とかもやっぱりあの関羽とかそこら辺と照らし合わせてるんですよね。秀吉がいて、あの軍師半兵衛とか官兵衛がいて、はいはい、加藤清正がいて、はいはい、福島正則がいてとかっていうのを、はい、多分もう三国志から連想してるんですよ、はいはい、全部ね。あ、なるほどなるほど。もうまさに本家本元ですよ。歴史のね、歴史の軍師とか。だいぶ持ち上げていただきます。だいぶそうですね、はい、ちょっと幸せな感じが。負けませんか、負けませんか。そこっちも強いのか。今回は勝ちに出してますので、カードがものすごい光を放ってますけど、本当ですね、キラキラしてるな。僕あの基本的には両方嫌いですけど、今回はどうも勝たなければいけないっていう、まあそうですね、あるらしいので、勝つところではあるので、最終的にはやはり両方かな。戦いですからね。戦いですか、はい、嫌いでも一応やっぱり、じゃあ三国志のデッキはこれで完成ということで、次のパートに移らせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。